はい、ありがとうございました。愛知県警から感謝状とおやつのガムが贈られたのは、嘱託警察犬でメスのシェパードアグネス8歳です。今月17日、訓練士の酒井さんや警察官とともに一宮市内の自宅からいなくなった行方不明者を捜索。靴の匂いを嗅いでおよそ18分後、自宅近くを歩いていた行方不明者を発見しました。一人でも多く行方不明者を見つけることができてね、社会貢献できればと思ってます。よく見つけたね。頑張った。